国が10年前から3時間目に入っているところです。この宇宙は10年前の発火さらに99番の日向がスムーズの進んでいます。
5番ポストの1番カイター、2番
番の藤井に何日ぐらいとは出て99番、99番の平田優、去年1年間棒に振ってしまったシリーズ、この悔しさをこじけるように、今アクセルを上げて走っている。最終コーナーを立ち上がる。そして3番手は安田、この安田の背後から川崎の32番荒井が上がる。そして14番からチャレンジジャンプ、後ろをちょっと確認したか、チャレンジジャンプからそして最終コーナー立ち上がっていく。明日の新井が立ち上がっていく。1コーナー今旋回中、3位争い、テーブルトップを2つ持って3番ポストへの進入。まあ直接のラインで襲いかかる31番の新井、真下のそして新井の激しい風を吹く。トップは次の11番の成田、そしてそのエリカ・テンポンが探して3位争いが進む。横に並び、そして前に抜け、さらにまだ横に並びといったレース展開。下りのコーナー、先ほどの周回よりは確実に速くなってきます。I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
間まで終了いたしました。 IA1 ヒート2暫定表彰式を取り行います。ヒート2も圧巻のレースで私たちの心を揺さぶってくれましたね。それでは第3位から発表してまいりたいと思います。第3位はゼッケンナンバー2番アスタヨシタカ選手。大きな大きな拍手迎えてください。宮城県出身チーム鈴木からのエントリーです。2015年昨シーズンは2位という結果。アスタ選手おめでとうございます。続きまして第2位はゼッケンナンバー99番平田優選手。愛知県出身ヤマハファクトリーレーシングチームからのエントリーです。皆さんご存知のように平田選手は昨シーズンは転級を強いられてしまいました。平田君おめでとうというねファンからの声も届いています。平田選手おめでとうございます。復活です。さあそして発表しましょう。優勝はそうです、ゼッケンナンバー982番成田明選手。一段と大きな歓声に後押しされ成田選手表彰台高いところにお進みいただいております。青森県出身チーム HRC からのエントリーです。さあそれでは表彰に移りたいと思います。プレゼンターは九州モーターサイクルスポーツ協会副会長の高野邦彦様、よろしくお願いいたします。まずは強い成田選手に正賞が贈られました。おめでとうございます。第2位平田選手に正賞が贈られました。レース直後なのでこういうこともあります。アスタ選手おめでとうございます。それでは目録を受け取っていただきましょう。さあ続いて平田選手目録の授与です。そしてアスタ選手に目録の授与となります。さあ毎年恒例の掘り出しくんも贈られます。どうぞお受け取りいただきましょう。さあ大妻市の特産品でございます掘り出しくんです。どのように料理をされるでしょうか。高野様どうもありがとうございました。それではここで記念撮影と参りたいと思います。選手の皆さん、カメラマンの皆さんに、記念撮影の最中ではございますが、これから救急車が出ますので、もう少しですね、表彰台の方に近づいていただいてよろしいでしょうか。少しずつ詰めて、コース側の方はそのまま少し後ろの方に下がっていただきまして、これからスタッフが誘導を、まだ出ない、まだ大丈夫、またご案内させていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。さあそれでは皆さんよろしいでしょうか。存分にカメラにお収めいただきましたでしょうか。ではシャンパンファイトに移りたいと思います。大会レースクイーンの澤田真由ちゃんから手渡されます。さあ勝利の美酒に一緒に寄っていただきましょう。3選手にただいまシャンパンが贈られました。さあさあお互いにどのようにシャンパンをというふうに招待の上で素敵な笑みがこぼれているようです。どうなることや。シャンパンファイトスタート。そうですかそうですか、もう応援してくださった皆さん、開幕戦からこの一戦よろしくお願いしますという思いを込めて3選手からのシャンパンファイトでした。ありがとうございました。それでは喜びの声を聞いていきたいと思います。成田選手おめでとうございます。皆さん応援ありがとうございました。フロートマシーンでピンピンというのはすごく嬉しいです。去年の最終戦終わってから毎週のようにテストをしてくれた熊本研究所の皆さん、一緒の皆さん、本当にありがとうございます。毎週テストで、沖縄の今野の方でもいいテストができ本当に充実したシーズンオフができました。まだまだこれからホンダのマシーン良くなっていくと思います。本当に素晴らしいマシーン、素晴らしいチームの中でレースができているのは本当に恵まれすぎてて、この年36になりますけど、まだまだいけそうな気がします。スポンサーの皆さん、ファンの皆さん、本当にありがとうございます。
アライヘルメット、オークリージャパン、アルパインスターズ、モンスターエナジー、ライノパワー、大同昭和、ブリヂストン、NGK、モチュール、エリーパワー、豊か、新電源、本当にありがとうございました。第2戦もピンピンでいきたいと思いますんで、皆さん応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。九州に愛されています。続きまして平田選手、お帰りなさい。おめでとうございます。応援ありがとうございました。タイミング悪いです。ヤマハの去年も今年もここで怪我して、まるでシーズン走れてなくて、ヤマハの皆さん、たくさんのスポンサーの方、本当に長い間お待たせしました。本当にありがとうございます。ただまだ2位なので、トップは36歳ですし、僕まだ28歳なんですけど、3位が40歳のおじいちゃんなんで、その人に弱かったから今日はちょっと満足かなっていう感じ。ただまだ第一戦終わっただけなので気を引き締めて、1年経った時に、ヤマハの皆さん、スポンサーの皆さん、ファンの皆さんと喜べるように、一生懸命走ります。本当に応援ありがとうございました。あとニュージーランドから、一緒に家でトレーニングしてた女子が来てくれたんですけど、ナイスさん、ね、帰っちゃった、はい。女子ありがとう。女子 Thank you。本当におめでとうございます。1年間楽しみにしています。そして表彰台でアスト選手を見ることができてよかったです。おめでとうございます。皆さん応援ありがとうございます。この週末はですね、非常に体調もバイクも調子良かったんですけど、ヒート1序盤にですね、巷の話題の川崎ライダーによるね、自爆テロに遭っちゃって、1周目からですね、すごい転んでしまったんですけど、ちょっとああいう、ね、スポーツマンシップに欠ける行為はちょっと控えて、いただけないなと、すごい激おこです。その中でですね、ヒート2はスタート決めることができて安全に走れてね、序盤はアキラについていこうと思って、ペースを上げたんですけど、ちょっと早くてですね、終盤に平田君にも抜かれたんですけど、まあ、最後は厚田、平田、成田でトリプルタで締められたんで良かったと思います。まだまだですね、今年39歳になりますけど、まだまだ表彰台のてっぺん狙える位置についてると思います。ポイントちょっと落としちゃったんですけど、シーズン長いんでね、去年のようにマシントラブルとかもあると思うので、一戦一戦、一ポイント一本、一ポイント積み重ねて頑張ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。あとですね、今日はスポンサーの皆様、こんなね、雨の中ね、九州の人たち、熊野の人たち、ありがとうございました。またよろしくお願いします。あと鈴木家して、コースターさん、ありがとうございました。また来てくださいね。はい、ありがとうございました。それでは改めてご紹介しましょう。 IA2 ヒート2、優勝は受験ナンバー982番、成田明選手。そして第2位は受験ナンバー99番、平田優選手。そして第3位は受験2番、厚田義孝選手。トリプルタ、おめでとうございます。ベテラン勢が表彰台を占拠しました。